の3人がどんだけ得点に絡めるかっていうところ、あとはディフェンスの足が止まらないような、うん、最初の1クォーターの初めのような、あの外で回していきます。羽田軸丸、軸丸のショット、これを決めてきます。ルーキーの活躍も光ります ね、 そうですね。ちょっと得点が止まっています。羽田リバウンド、またの口、おお、ここで取りました。軸丸得点につなげたい、スリーをで選択しましたですね、加藤選手が決めて60点に乗せてきました。シャンソンです、軸丸のスリー、ここで決めてくるルーキー軸丸。今奥田選手ナイスパスですよ、見ました。Thank you.